こんにちは。ギターを持った YouTuber 小林隆チャンネル始まりました。ですね、前回は島唄の直伝をやってきましたけれども、今後もですね、この流れで、他のブームの曲をやっていきたいと思いますけれども、まずはですね、チャンネル登録よろしくお願いします。で、今日は、セカンドシングル、僕たちの大事な、曲にもなりましたけれども星のラブレターをやっていきたいと思います。まずは弾きたいと思います。ちょっと間違えちゃいましたけど、ギターソロまでです。この曲に入ってる、フレーズなんですけれども、当時、ブームの、まあ、全員で、ゲストミュージシャンっていうんですか、サポートミュージシャンなしで当時やってたんで、ほとんどが、僕に負担がいっぱいかかってくるんですよね。それでこの曲に関してはマンドリンを入れたり12弦ギターを入れたりとか、そうやってオーバーダビングっていうのをやってました。例えば、ギターソロの後の落ち、まあ、今で言う落ちサビっていうんですか、赤い羽共同募金の CM になったりですね、あと、ダウンタウンの、とかダウンタウンさんとか、あとうちゃんなんちゃんさんとか、あと清水美智子さんとか、夢で会えたらで、みんなで演奏して、あ、その、番組のコンセプトなんですけれども、うちゃんなんちゃんダウンタウンさんたちに、楽器を教えるっていう、その題材の曲に星のラブレターがなって、確か僕はなんちゃんにギターを教えたのかな、でうっちゃんがドラムで、浜ちゃんがベースをやってましたね。で松本さんが歌かな、確か、そんな思い出もありました。当時この曲、ファーストアルバムに入ってるんですけれども、ほとんどが、まあ、アップテンポの曲だったりとかスカだったりしたんですけど、この曲だけ、まあ、ミドルテンポのスカで、初めてこうなんかみんなでやってて、これはいけるんじゃないかと思った曲初めて思った曲ですね、ファーストアルバムで。メンバーどうだったんですか当時は。当時はそうですね、この曲で初めて、
大阪の大阪城野音で、大阪のファンに初めて披露し大きいところで披露したのがこの曲だったんで、すごく反応が良くて関西でも人気が出てきたので、これは全国に行けるんじゃないかとみんなで思ってましたやっぱりそうやって大勢の人が見に来てくれると、やっぱり次のところにも行けるっていう、まあ、ステージにしてもそうだし、まあ、いろんな土地に行って僕らのことを知ってもらえるっていうのが、今みたいにこう SNS がない時代だったんで、こう直に行って見てもらってで反応を見るっていう、そのなんかダイレクトに伝わるっていうことが当時はすごく面白かったです。今ではちょっと味わえないことかもしれないんですけれども、これは宮沢さんが曲を作る、曲も歌詞も作って、はい、でメンバーにこんな曲できたってこう来るんですか？そうですね、当時は4トラックのカセットレコーダーっていうのがあって、4トラとか8トラとかカセットテープっていうのがあって、その中に無理やり4つ多重録音したりとか、8つの音で8トラで8つの音を撮って、まあ、デモテープとかを作って、まあ、そんなんで聴かせてもらったんですかね。で歌詞に朝日通りっていうのが出てくるんですけれども、それは山梨県の甲府市、僕たちが生まれ育った、まあ、町の中の割とメインストリートではなくて、そこからちょっとこう外れた、こう中学とか高校の時に、まあ、そこを通って学校に行ったみたいな、そういう道が、思い出の道があって、それが歌詞に入ってます。これじゃあ宮沢さんのあれなんですか、実体験に近いんですか？まあ実体験でしょうね。彼の家が割と甲府のちょっと北側なんですよ。で彼の行ってた高校って南側にあって、多分絶対行き帰りに通ってた道だと思うんですよね。まあ僕もたまに通ったりとかしてました。じゃあその星のラブレターを、はい、渡してたんですね、そうですね。タメさん、星のラブレターを書いてたんですか？星のラブレター、誰かにラブレターを出してたんですか？星のラブレターですか、はい、リアル星のラブレター、リアル星のラブレターですね。出してたんでしょうねこの曲のもう一回、好きなフレーズってどこですか？好きなフレーズ、ここですね、うん、ギターソロが終わって、うん、したかったんじゃないかなって今思う。なんか学生時代のことを思い出したりとかしながら、まあ結構その頃引き出しとかなかったですからね、音に対して。もう実体験のことしか多分なかったのかな、自分の中で。そういうこうちょっとほろ苦い感じがフレーズに出たのかなって今思い出しました。最後にもう一回ちょっと弾いていただいて、はい。